コリッチ舞台芸術チャンネル大入り、 MC の川田のぞみです。マノイチャです。コリッチ舞台芸術チャンネル、先週はロジックの山田香奈さんをお招きしての激得でしたが、今週は舞台芸術情報番組大入りをお届けします。この番組は舞台芸術情報サイトコリッチ舞台芸術のメインである小劇場をはじめとする演劇公演情報を時間の許す限りお届けいたします。さあさあさあ、マノ君、はい、最近なんか見た芝居はありますか？僕あの前回、うん、あの紹介させていただいた、うん、あの本田劇場のドライブインカリフォルニアにさせていただきました。どうだったどうだった？いやなんかもう本当に気づいたら2時間経ってる、うん、嵐のような2時間でもうなんか要所要所でずっと笑わせていただきながら、うんうんうん、物語も進みつつパッと気づいたら終わりですなんかもう翻弄される2時間でしたね。ね、なんか面白い舞台ってこう本当時間を忘れるよね。そうです本当に。なんかえもうみたいな。いやなんか時間経過が本当に30分ぐらいしか、うん、なんかどんどん盛り上がっていくんだろうなと思ったらピークでちょうど皆さん終わりですってなってなんかもう気づいたらっていうのが本当にもう、うん、もっと見たいみたいなね。そうなんです。あでもなんか本当そう思わせてくれる演劇ですよね。はい、私もねあの今月最近3本ほど見たんですけど。はいこれがまさにね、あの貴婦人の来訪新国立劇場の公演なんですけど、これ前回の大入りでもお話しされてたやつですよね、うんうんうん、これがね、3時間なんですよ。まあ、途中休憩挟んでの3時間なんだけど、はい、あっという間でした。もうびっくり。なんかしかもこうあのもうね、結構70年くらい前に書かれたお話なんだけど、うんはい、全然そういう古い感じがしなくてもうずっと引き込まれて本当にあっという間の3時間でしたね。あとねまあ、全部面白かったあとこれあの私がご紹介した演劇ユニット、はい、ヌエ的のバロック、これ私あの初演に、ねはい、出て見にも来てくれて、はい、っていう作品の参演 で、ねはい、まあ、今回は私はお客さんとして見に行ったんですけど、うん、あのもう、はい、体感する演劇、うんうん、こう私知ってる内容知ってるのにこう見ててすっごいずっとドキドキしてて、うん、いや楽しい演劇でしたあのお屋敷の、ね、中に二枚はいらっしゃって、そうなんです今回外から見てもう本当にあ これを2年前皆さんに見せてたんだなっていうのを体感してきましたね。あとはこちらあの番組にも、ね、ゲストで来ていただきましたシリアルナンバーのシークレットウォー秘密戦、あの作演室の、ね、下里ロバさんが、うんはい、あの来てくれたんですけども、こちらもすごく面白かった。あの、まあ、戦争時代の、ね、お話なので面白かったって言い方をしていいのかわからないんですけども、こう私たちの知らなかったこう戦争の裏側というか、それをすごくリアルに本当下里ロバさんがこうすごくリサーチをして、本当に実際にあったこととかをリサーチしてあの書いてらっしゃる作品なので、すごく勉強にもなるし、そしてちゃんとあのエンターテイメントというかこうお芝居として楽しむこともできるし、ほらすごいいい作品でした。もう全部あの3本しか今月今稽古中なので3本しか見れなかったんですけど、3本とも大当たりでした。楽しかったです。はい、というわけでですね、はい、あのこのテンション高い大入りスタートしたいと思います。はい、はい、それでは大入りスタートです。じゃあティスーハージャンキーウボーハボジャンキーシスタージャンキーブラスドカドカ見に来て。キスより素敵な手をつなごう。私の最愛の人は毎朝私に一目惚れしてくれる。極度のストレスにより一日しか記憶を保てなくなったケイスとその夫を支え愛し続ける妻の物語。福岡公演は6月26日北九州芸術劇場。皆さんお待ちしております。青木機関の青木誠志郎です。笑って泣けて考えられるエンターテイメントをコンセプトに作品を作り続けた多数一が15周年という節目に最新作セイレーンの後を吉祥寺シアターにて上演いたします。詳しくは多数一公式、あ全然足んね。ここでお知らせです。コリッチ舞台芸術チャンネルでは公演の PR 動画を募集しています。これから公演を控えている皆さん、番組で CM を流してみませんか？動画に関する詳細、投稿方法は動画説明欄のリンクからご確認ください。皆さんからの投稿お待ちしています。
それではまずはこちらのコーナーから参りましょう。大入りプレイガイド。はい、このコーナーは公演情報など最新の舞台芸術情報をお届けいたします。ここからは演劇ライターの川野桃子さんにもご参加いただきます。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは早速番組おすすめの公演をご紹介したいと思います。桃子さん、よろしくお願いします。お願いします。じゃあもう早速いっちゃいます。はい、はい、ですね、この約2週間の間に上演されている舞台を、はい、初日順からご紹介したいと思います。5作ですね。はい、1作目なんですけれども、はい、つい11日に幕が開きました、パルコプロデュースの、テナモンやサンモンオペラというのを紹介させてください。思ってる 気になってましたそうなんです。これね、ちょっとあの初日が伸びてしまったんですけれども、はい、無事開幕しました。はい、そうですね、はい、あの主演が生田斗真さん、はい、はい、もう豪華キャスト。そうなんです、ね、めちゃくちゃ豪華なんです。どこをどう見ても、ね、本当に、ね、あとウエンツさん、渡辺一恵さん、根岸としさん、もうもうもう賑やかな緑の、ね、皆さん舞台本当に経験豊富な方ばかり集まって、はい、これあのご紹介したかったのが、あの作演出が張雨欣さんなんですね。はいはいはい、2020年に、うん、あの張雨欣さんの作演出で、その時もあのジャニーズの方が主演したもので、はい、あのロミオとジュリエットですね、シェイクスピアのロミオとジュリエットを元にした、うんうん、あのナクロミオと怒るジュリエットっていう作品を、はいはい、上演したんですけれども、それがすっごく面白かったんですね。それもまあね、あの皆さんが知ってるようなも何百年も前の作品を、うんまあ、あの日本の現代ではないんですけども、うん、ちょっと前の日本に置き換えて、はい、あのまあ千代さんはよくあの韓国と在日韓国人とか、うん、あのその日本との、うん作品とかを書かれるんですけれども、まあ、そういったこう日韓のことを、はい重ねた作品にしてまして、でなんか今回も、まあ、これはあの、うん、ブレヒトのサンモンオペラっていう音楽劇を元にして、はい、あの原案として今回、はいあの時代をですね、うんロンドン の, あの、うん、貧民街がもともとのサンモンオペラなんですけど、そうですね、1950年代 の,、うん、あの大阪に置き換えたっていう設定で、ねまあ、私はそ の, あの時代とか設定とかの置き換えがすごく効果的で、うん、あのとても前回良かったので、今回もそれができるんじゃないかっていうのを期待しています。なるほどね、うん、あだからこう結構関西の人かなっていう方が多い、ね、福田天球さんとかね、関西の大阪弁が喋れる方が、大阪弁喋れるなるほど、もうなんかこうチラシの雰囲気からもちょっとコテコテ感というか、ちょっと皆さん衣装もちょっと特徴的で、ね、なんかちょっとツヤっとした、うん、あのメイクもされてて、なんか面白そうですね。そうなんです。これもう全国の6都市で上演されて、はい、8月ぐらいまでもういろんなところで順番にやってるので、はい、はい、あのぜひどこかに足を運んでいただきたいな、うんうん、もちろん大阪でもやるし撮るの難しいと思うんですけど、はい、私はかなり高いんです。はい、私本当舞台での生田斗真さん大好きで、なんかいいですよね、生き生きといつもやってらっしゃるので、うんはい、楽しみです。はい、はい、ありがとうございます。はい、お次お願いいたします。はい、では2作目です。24日金曜日から上演されます、うん梅田芸術劇場の M バタフライっていう作品なんです。はい、はいはい、これはですね、映画とかにもなってるのでご覧になった方もあるかもしれないんですけど、うん、なんか元々は、アメリカで上映された作品で、はい それがトニー賞を1988年に取ってるんですね。その時なんか主演もアソニー・ホップキンスが演じたっていう、はい、作品らしいんですけど、まあ、1993年にも同じタイトルで映画化されてまして、うんうん、それもそれがねすごい美しい映画なんですけど、はいはいはい、日本では、32年ぶりの上演に、へえ、そんなに上映されてないものだったんですね。なんかこう有名なタイトルなので、なんかもっとたくさんやってるのかなと思ったら意外に舞台では。そうなんですね。そうなんだ。
なんか貴重ですね。そうなんです、うん、これはなかなかですね、セリフが美しいなっていう、まあ、私がそのですね、日本で上映されてないので映画しか知らないんですけどもうとにかくセリフがすごく美しいんですよね、はい、まあ、映画の方はちょっとその、サスペンス要素よりもロマンス要素の方が強いみたいなんですけど、まあ、とにかくその脚本と、まあ、セリフの美しさと、うん、まああの狂撃っていうものの美しさも感じつつ、うん、ただなんていうんですか、狂撃って中国 の、うん、あの伝統 の、 あの舞台ですけれども、うん、まあ、そのオリエンタリズムが、うん、まあ、なかなかあの大事なポジションなんですね。蝶々夫人でもそうだと思うんですけども、うん、西洋の人から見た、まあ、あのオリエンタリズム、うん、あの東洋の美しさっていうもの、はい、がなんかただ美しいと思うこうだけでもいいのかっていうか、そこにこうなかなか悲しい、いろんな国であったりお互いのまあ文化とかの違いとかであの浮き上がってくる、まあ批判的なあの作品でもあるなと思って、なかなかやっぱりね、こうあの素敵な俳優さんたちが揃ってらっしゃるし、うん、はい、あの舞台作品としても評価が高い作品、評価されてるのでね、あのトットニー賞ということで、あのやっと日本で上映されるのがすごい楽しみなんです。面白そう、はい、これですね、映画見てから見に行くのも楽しいかもしれない、ね、そうですね、どうなん、どっちがいいかな、うん、あー、そうですね、そうですね、あの、分かりますよね、舞台で初めてストーリーを見てなのか、映画で一回楽しんでからっていうのは、原作ものってね、こう小説とかでも何でもね、先に読むか後に読むかみたいなのありますよね。そうなんです、うん、しかもこれ今回あの、うん、なぜここでおすすめしようかって言ったおすすめポイントが、うん、あの企画はあの梅田芸術劇場なんですけども、はいはい、あの演出がですね、うん、あのチョコレートケーキの伊沢さんが、伊沢ゆうすけさんが、うん、あの演出をされます、うん、なるほど、はい、それもなかなかね、それも楽しみですね、うん、やっぱり時代が、うんうん、あの時代の背景があるものを、うんうんうん、あのしかもドラマティックなものを上演されるのはすごく得意な方なので、そうですね、うん、なるほど、はい、最近梅田劇場さんが、はい、あの小劇場 の、うん、あの若い方々とタッグを組むこともすごく多いですし、はい、なかなか注目なカンパニーになっていると思います。はいはい、はい、これも楽しみです。はい、では3作目をお願いいたします、はい、3作目ですね、3作目はですね、範疇遊泳の、はい、うんうん、ディグディグフレーミング、副題で私はロボットではありませんというこの作品を紹介したいと思います。副題が気になりますね。そうなんです。これはなんかどうやら あれらしいんですよ、あのネットで、はい、あのロボットじゃありませんチェックつけなきゃいけないじゃないですか。 ありますね。そうそうそう、もうイライラするんですけどなんかチェック忘れていけないよってなる、はい、あれのことらしい、うん、なるほど、うん、ちょっとじゃあなんか一気に身近になりましたね。それをなんか設定を聞くと。そうなんです、設定自体もあの、はい、SNS とかのインフルエンサーいるじゃないですか、はい、でインフルエンサーグループが、うん、あのまあ、メインの人たちになるっていう風に、うん、はい、聞いてますけれども、はい、はいはい、なんかまあそれで前ね、インフルエンサーの人たちってこういろいろ炎上したりとかするじゃないですかね、うん、っていうところの、はい、それでもなんかこうまあ炎上を繰り返したりまあするっていうまあ現実でもあることなんですけども、まあその話を中心にまあいっぱい怒られててもまあなんだかんだでこう愛しい人たち、一生懸命な人たちっていうのを、まあ、あの範疇遊泳さんの作品で結構描かれると思うんですね。なんか本人たちはすごく精一杯で、なんかすごくムカつくこととか客観的に見てあるけど、なんか好きになっちゃうとか応援したくなっちゃうなとか、そういう登場人物多いと思うんですけど、まあ、今回もそうなるんじゃないかなっていうふうに思え、そうなんですね。私もしばらく範疇遊泳見れていないので、うん、ちょっと久々に見てみたいなと思いますね。なんか去年の、ね、うん、作品ちょうど岸田義読賞受賞しましたし、やっぱりあのすごくあの力がある、はい、戯曲も書かれますし、演出もそうですし、うん、なんかその去年は、新作が続いてて、その岸田義読賞を取ったのではない、もう一つの、作品の方も、うん、心の声など聞こえるかっていう作品は私すごく良かったなと思ってるので、あの今とにかく書いていただきたいなっていう、うん、はい、うん、
さんだなと思ってます。はいはい、この作品もね、もともとは2年前に書き始めたらしいんですね。なるほど。そのでロンドンに留学されてた時に、あのその山本さんが、作家の山本さんがロンドン留学中に書いてて、まあ、ロンドンで日本の話を書くと、まあ、ちょっと距離があるので、まあ、半分戻ったら書こうっていう風にしてたみたいなんですね。なるほど。後半半分は、で戻ってきたら、まあ、ちょっと予定してた公演が休演になってしまって、まあ、コロナで、でまあ、ちょっとあのそのままになってしまったのをやっと書き始めたということで、はい、まあ、そういう意味ではあの、今の SNS とかの現状であったり、今見えてるものっていうのが反映されてるんじゃないかっていうのも、そうですよね。本当この 1,2 年でね、こうインターネット、その SNS の扱い方とかもちょっとこう変わってきてる部分もあるじゃないですか。だからすごくそれをリアルに描かれてるのかなと思うと楽しみです ね。やっぱり演劇って今起きてることをすごく早く発信できる、あの媒体でもありますし、それを作品として、あの形にできる媒体なので、はい、そういう意味ではすごくどう見えてるのか気になってます。はい、はい、ありがとうございます。そしてお次は、はい、はい、次はですね、あの演劇ではないんですけれども、はい、あのディミトリス・パパヨアヌという、はい、これは人の名前ですね、はいはい、あの方の、舞台を埼玉芸術劇場で上演します。実はこれ、2月だったかな、あの、一度紹介してるんですね、この番組で。はいはいはい、その時はあの映像の上演を、やりますっていう、ことで紹介してたんです。はい、なんかそれはあのコロナで来日する予定だったんですって、ギリシアの方なんですけども、はい、来日する予定がちょっとできなくなってしまったので、まあ、映像上演をするっていうことだったんですけど、今回はやっと来日やっとできるぞっていうことで、はい、2019年に一度来日してるんですよね。なんかあの、アテネオリンピックの時のあの、演出、はい、開会式とかの演出をされてる方なので、それでご存知の方もいるかもしれないですし、その2月の映像を配信された時も、その後もあの世界配信をされてて、はい、日本でもあの結構ご覧になってるっていう声を、はい、聞いたので、じゃあもうギリシャではかなり有名な演出家さんなんですね。世界的に有名な方でもありますし、なんか演出家さんっていうとすごい表現が難しくて、まあ、振り付け家と言っていいのかって感じなんですけど、もともとご本人が、はい、あの画家なんですよね。デザインをされたりとかする方で、はい、なのでちょっと舞台もその美術的といいますか、すごい美しい瞬間であったりとか、はいはいはい、あのこうやっぱりこう、独特なんですよね。なんかいろんな、ね、多彩な方多いですけど、画家から演出家っていうことは初めて聞いたかもしれない。そう、絵画的な舞台だなっていう印象で、そんな風に人間の体って見えるんだとか、それが一人一人じゃなくて、こう何人も一緒に動くことで、あ、そういう形に見えてくるんだみたいなのとか、なかなかあの見ない舞台ですし、でも舞台ならではのなんかこう迫力とか表現とか奥行きとかっていうものがすごく活かされているので、これはね、やっぱね、映像で見ましたけど、生で見たいなと思います。私もあの前回ねご紹介いただいた時、映像ちらっと見たんですけど、生で見たいですよね。そうなんです。いや、でも映像でもすごいですすでに、はい、確かに。なのでちょっとお近くの方は、でもね、そうやって本当海外の演出家さんとかがね、こう日本に来られるようになったっていうのは嬉しいですよね。はい、京都公演もこちらありますので、はいはい、はい、ありがとうございます。そして最後の作品お願いします。はい、最後はですね、6月30日に、神奈川のゾンの花テラスで上演されます、スヌーヌという団体の、モスクワの海という作品ですね。はい、はい、こちら私見ました。あ、見ましたって、一度下北沢で上演して、それは拝見しました。あの作演出の笠木泉さんがもともと女優さんで、私も何度も共演させていただいているので、でもまだスヌーヌ始めて2作目か3作目かそれぐらいですよね。でも岸田戯曲賞ノミネートされて話題になって、いや本当に面白かったんですよね。とてもそんなまだ作品数少ないとは思えないぐらい戯曲もよくできていて、いや、これはぜひたくさんの人に見てもらいたいなって、あの時も日数少なかったので思っていたから、また再演が近い
期間でやれるっていうのはちょっといいですね、これは。そうですね、いや私その公演見れてなくて、そうなんですね。そうなんです。ただまあ劇曲読んでこれはすごいぞと思って、うん、なんか面白いと思って、うんうんうん、あの上編どうやるんだろうって思ったの、まあ、今回その、まあ、なんかこう真っ暗なブラックボックスの箱ではなくて、はい、ゾノハンナテラスっていう、はい、ここ開けた場所でやるので、はい、それもどうやるんだろうっていうのを。そうですね、まあ、前回もカフェだったので、はい、まあ、普通の劇場よりはちょっとこう、うん、なんていうんですかね、もう本当お客さんとの距離もなんかあの、まあ、もちろんこうなんていうんですか、まあ、コロナ対策の2メートルは守りつつでももうなんかすぐそこで林さんが演じてるみたいな生感もすごくありましたし、だから今回ねゾウの花テラスもちょっとこう不思議な空間じゃないですか。そうなんです、海辺でね、うん、海辺でそこでやるのもまたちょっと面白い試みだなと思いますね。これね、どんな作品っていうのがすっごく紹介しづらい、うん、作品ね、ご覧になったら分かると思うんですけど。そうですね、あでもこうね、どこまで言っていいのかっていう。そうなんです、なんかこう、はい、ぜひあの見てイメージを膨らませていただける作品なんじゃないかなと、うん、まあ、ストーリーというかこう登場人物とか物語自体は、はい、あの3人で、はい、3人の登場人物で、はい、まあ、それが何シーンかあるんですよね。一人一役っていうかこう、あの、うん、こういうシーンでこういう役演じて、うん、こういうシーンでこういう役を演じてっていう、うん、あの全然あのいくつかの物語が重なっていく中で、うん、もうその多分物語以上の世界観がすごい見えてきて、うん、はい、いやモスクワの海っていう言葉もすごく考えるところがあるんじゃないかなと、うん、ね、特に今のちょっと時勢と重なるところもあると思うんです、うん、ね、ですね、すごく文学的でもあるし本がだし、でもこうやっぱり笠木さん自身が自分が役者さんでありながら、うん、まあ、出演はせずに、ね、うん、作演出をしているのですごくそのなんていうんですかね、役者さんの良さを本当に上手に引き出して演出されてるなと思って、うん、すごい本当に3人とも魅力的に、うん、やってたので、はい、ぜひ見てくださいもう自分のことのように嬉しい以上5作品でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そして私もですね、あの近々見たい舞台をご紹介したいなと思うんですけれども、もうね、この季節になると私いつもワクワクしちゃうんですけれども、椿組の、今回ですね、タイトルが夏祭り花の愛花という作品なんですけれども、椿組はね、はい、あの毎年7月はあの花園神社、新宿の花園神社の境内でこうテントを張って野外劇をね毎年やるんですけれども、はい、もうそれ毎年私なんだろう、お祭りのようにね、お祭りですよね、こうもう演劇でももちろんあるんですけど、うん、やっぱその野外でテントでこうみんなちょっとうちはパタパタしながら見るみたいなのが毎年すごく楽しみで、今年もその季節がやってきたなと華やかですし、すごくこう、あ、夏が来たぞって感じになりますよね。本当ですよね。で毎年やっぱり演目もやっぱそのなんていうんですかね、こうちょっとお祭り感というか、うん、すごく楽しめるあの作品を上演されるの で今回はこの夏祭り花の愛花という作品で、これはあの歌舞伎 の夏祭り何話歌舞神という作品をこうベースにして、作演室の若木F さんがこうアレンジをしてやるそうなんですけれども、まあもう夏祭りなにわかがみを選んでる時点でもきっともういいですよって、お祭りでいいですよっていうお祭り来てくださいって感じで多分やってくださると思うんですけど、もうね今世の中なかなかお祭りもちょっとずっと我慢してたので、せめて演劇でお祭りを味わえたらいいなと思って、私もすごく楽しみにしてます。これが7月9日から21日まで新宿花園神社の境内のテントで、まあこれはね毎年テントなのでこう天候によってね、こう雨だったり晴れだったり、その日によってこう違う雰囲気を楽しめるわけですよ。雨が降ってたらもう雨の音ザーってしてたりとか、最後こうね大体ちょっと最後テントをバーンって屋台崩しみたいなのやるんですけど、
もう外の景色がバーンって雨降ってたりとか、なんか雷ゴロゴロ入ってたりとかいろんなことがやっぱり日々起きるから、やっぱすごく演劇的だなって。でその中で雨にも負けず声張ってやってる役者さんとかを見るのが本当毎年、まあ、雨降ってなくてもいいんですけどね降ってなくてもいいんですけどね、雨が降っててもその趣がある。うんうんうん、そうですね、はい、なんか野外劇ってすごく演劇の醍醐味を味わえるので、うん、私は大好きなんで、ぜひ眞子も見てください。はい、僕もあの2年3年前ぐらいに見たことがあって、うん、やっぱりその野外でテントって臨場感すごくあって、ね、なんか演劇って体験って川田さんがおっしゃるんですけど、うんうん、なんかそれをなんだろう、実感できるというか、いい体験したなっていうふうに思えるので、やっぱり、ね、やっぱいいですよね。ほら、あのこの間も来てくださった福原くん、はい、あのスリーピルバーグの福原くんの芝居もね、野外劇でやっぱりこう毎日雨降ったりいろいろしながらやってらっしゃるので、なんかいいな演劇ってって思いながら、はい、はい、というわけで私からは椿組をご紹介しました。はい、はい、真野くんはどうでしょう。はい、僕は7月1日から10日、うん、銀座博品館劇場にて行われるあの、処女のまま死ぬやつなんていない、みんな世の中にやられちまうからなっていうタイトルの、ちょっと結構タイトルが独々しいというか、うん、過激な、これもともと蒼井亮太さんという方の小説が元の作品なんですけど、中身自体は青春バンドもの、うん、へもうタイトルはこれ、っていうのもカート・コバーンが、まあ、生きてるうちに言っていた名言の一つとされていて、はい、まあ、そのバンドの話で、まあ、その死って生と死っていうのもちょっと一つテーマになりながらっていう中なので、うん、こう逆にこのタイトルを見て、うん、タイトル見してしまうと、僕小説は読んだんですけど、はい、小説的にはすごい、なんだろうな、もう青春を浴びるような感じの作品だったので、うん、ちょっとまたタイトルとは違うというか、うん、なんですけど、なんだろうな、これそのなんかタイトル的には本当に独々しいというかトゲトゲしいんですけど、中身は本当に何だろう、もう高校生眩しいなみたいな作品なので、そのギャップも楽しいというか、また僕その小説読んだ方で見に行きたいって方もちろんいらっしゃると思うんですけど、またまあ僕全然中身知らないで喋ってますけど、小説とはね、舞台もちろん中身違う部分とかあると思うので、そちらも楽しんでいただけたらということで、僕こちら楽しみにしてます。小原さん青春ものが好きですよね、結構いろいろ紹介してくれるの。そうです、僕がまだちょっと大学卒業して日がちょっと取り戻したい、青春真っ盛りだからまだちょっと高校生戻りたいのが早い早いそういや、そういうジャンルこういうのが好きな人が、うん、その中でもおすすめするっていうのをちょっと楽しみなんですね、本当ね、それぞれの好みがあるので、それもまた楽しいですよね。はい、はい、ありがとうございます、はい、というわけで今回も、ね、いろいろご紹介させていただきました。以上、おいりプレイガイドでした。